皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語は10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は B 動詞の過去形についてお話します。何々でしたとか何々いました、こういうことを表すとき B 動詞の過去形、これを使います。 B 動詞、これまでに習ったのは am、is、are、この3つだったんですけど、過去形は2つしかありません。現在形の am と is は過去形になると was になります。そして現在形の are、これは過去形になると were、 w-e-r-e、 ね、were になります、ね、am と is は過去形で was、 are は過去形になると were、 このように変わります。では例を使って説明します。括弧1番、 I am busy now、 I am busy now、 私は今忙しい。これを昨日忙しかったとしたかったら、この B 動詞の am を was に変えて I was busy yesterday、 I was busy yesterday、 このように変えます。括弧2番、We are at home. We are at home. 私たちは家にいます。これがその時家にいましたという過去の文にしたかったら、are を過去形の were に変えて、We were at home then. We were at home then. このようになります。否定文の作り方はこれまで学習したものと同じで、 B 動詞の後ろに not を入れます。過去形だったら B 動詞 was were の後ろに not を入れて否定文、これができます。 They were hungry, they were hungry、 彼らはお腹が空いていました。これをお腹が空いていませんでした、こういう否定文にしたかったら They wereB 動詞 were の後ろに not を入れて They were not hungry, they were not hungry、 彼らはお腹が空いていませんでしたという否定文になるんですね。疑問文の作り方もこれまでの学習と同じで、 B 動詞を主語の前に移す。過去形なら B 動詞 was were を主語の前に移す、これをやります。 He was tiredHe was tired. 彼は疲れていました。これを疑問文の彼は疲れていましたかと、こういう質問にしたかったら、この was を he の前に移して Was he tired? そして最後にクエスチョンマークをつけます。Was he tired? Was he tired? ね。Was を he の前になる。これで疑問文が完成です。答えるときには Yes, he was、 No だったら No, he wasn't、 もちろん He was not でも構いません。ではこの後少し問題を解いてみましょう。括弧の指示に従って英文を書き換えましょう。こういう問題です。括弧1番、 I'm sleepy, I'm sleepy、 私は眠い、こういう英文ですね。これを過去の文にとあります。これ I'm というのは I am ですね。これ過去になると am は was になるので、 I was sleepyI was sleepy、 これで私は眠かったという過去の文になります。過去2番、 It was sunny yesterday, It was sunny yesterday、 昨日は晴れでした。これを疑問文にします。疑問文は B 動詞を主語の前に移します。 B 動詞 was ですから was を it の前に出して was it
sunny yesterday. で、クエスチョンマークですね。Was it sunny yesterday? Was it sunny yesterday? これで疑問文が完成しました。カッコ3番。We are at the station then. We were at the station then. 私たちは前ですから、その時駅にいました。これを否定文にします。否定文は B 動詞 were の後ろに not を入れれば出来上がりますから。We were ここの後ろに not at the station then こうですね then we were not at the station then we were not at the station then これで私たちはその時駅にいませんでしたという否定文が完成しました、今回は B 動詞の過去形についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。